ヘルマングリムヘルマングリムはドイツの文化史や著述家、ベルリン大学教授。グリム兄弟の一人、ビルヘルムグリムとその妻、ドロテアの息子で、レオポルト・フォンランケの弟子。1841年以降は、ベルリンで生活。ここで彼はゲーテの女友達だった、ベッティーナ・フォン・アルニムの親しい仲間のグループの一員で、1859年には、 彼女の娘ギーゼラフォン・アルニムと結婚する。1847年以降、法学や文献学の研究を始め、1868年、ライプツヒ大学で学位を取得。1870年には、ベルリン大学で教授資格を取得した。彼のキャリアの最大の成果は、1873年ベルリン大学から近代文化史の教授として、昇平を受けたことである。 彼はゲーテ協会の発足時のメンバーの一人でゲーテ全集アイマール版の編纂者の一人でもある。彼がベルリン大学で講義したゲーテ講義はそれを調校したビルヘルムディルタイに彼の文芸評論集体験と創作の元となるゲーテ論文執筆のきっかけとなった。彼は信仰の上では仏教徒であった。 彼の墓所は、ベルリンシェーネーブルクの旧聖マテウス教会墓地にある。その後ベルリン市の名誉市民墓所となった。左からヘルマングリム、ヤコブグリムルートビッヒグリムの墓。ありがとうございます。